はい皆さん毎度毎度はい今日もねパーマネントウェーブ工業組合にね来るねよくある質問とアンサーねウェーブを強くかけたい場合はパーマを強くかけたいって書かないねウェーブって書いてあるねかっこつけてるのかねテンションを強くかけると良いのでしょうかはいちょっとその前にねコメント返しね HMD 先生ねご質問です 宿毛にあの男の人にかけてたブロウのねあの小さいクロスねどこのメーカーってどこのメーカーだろうあれは夏用に買ったね袖なしのクロスなんだよねそれだとねなんかでかすぎるからシャンプークロスというか前ほらピンクの小さいクロスあったじゃないハーフケープあれぐらいにね切っちゃったのあれよりちょっと大きめにハサミでちょきちょきとで表面がねラミネートコートされてるからヘアカラーがついても拭けば取れるんだよね 表面は。なんんでかけど裏側についちゃったこともあんはジは次エン素酸するぶっかけときゃ大体い,い綺麗になっちゃうかなで切ったところさほつれ止めすりゃいいんだけどなんか大丈夫そうだからもう切りっぱなしめんどくさい <laughs> はいしばちゃん先生毎度毎度ねお疲れ様です。パンマかけ直し問題ね確かにロットがでかすぎる薬が傷まないようにといってね弱すぎるのわざわざ使っちゃう巻くのが大変なのでスライス厚く巻く 原そのね原因をねやっぱ考えていくとね雑誌だのカリスマ美容師だのがね太いんでね本数少なくザクザク巻いてさほんで弱い薬使ってね我々がやれば弱い薬でもきれいにかかるんですとかとかかっこつけて言ってるっつうのそんなね情報垂れ流してからね若い美容師さんなんかねそういうの見てあかっこいいとかそういうんでいいんだってね 巻くのが面倒くさいからねえ。10分ぐらいでいいんだよみたいにね。まあ、若い美容師さんは手抜きすることしか覚えない。まずは手抜きしか覚えないよね。実際現場のパーマなんかさ、お,おばさん巻きだよ。本当田舎巻き。ね、12ミリでぐくるくる巻きたいよね。<laughs> 12ミリすらあまり使うことがないんだから我々はね。 まあでもねあの若い美容師さんはね太いんで弱い薬でも何でもいいからカリスマの真似してねどんどんかけて失敗してくれともう失敗しか上手くなる方法ってのはないかんね我々も失敗して失敗して失敗してねで結局細め細めで巻くようになるかな太め選ぶとねやっぱりかかんないとか、うん、テストでかかんないとすごいストレスなんだよねで今パーマ液もねちょっと強めにかかったってどうせ取れちゃうからね 最初かから一番い,い状態にかけるもんじゃないよねえ。もうベテランの先生なんかも最初からちょっと強めにかけちゃうとどうせ取れちゃうからパーマはね取れないパーマはないからねはいそんでもって工業組合の答えはウェーブを強くかける場合はウェーブ効率の高いパーマ液材を用いる場合と紙質に合わせた薬液を用いて細めのロットでワインディングを行う場合があります。 でもこの手の回答をこの見下り半で出すっていうのはちょっと難しいよね。ウェーブパーマを強くかける場合はねウェーブ効率高いだから一番強いチヨでねあのしっかりかけて取れにくいパーマだけど硬い毛とか太い毛は取れにくいパーマね太めで巻いてできるけどやっぱ細毛なんもはね太めで巻いたらねどんなに強いパーマ剤を使ってもねあの強くかからないからね強くかかった気がしないんだよね。 科学的にはかかってんだけどね。もうヘロヘロっとしたパーマになっちゃうから太目で巻いちゃうとね。髪質に合わせた薬液を用いて細めのロット、これ微妙なこと書いてあるね。髪質に合わせたうん細めのロット、まあ、適切にかけるってことになるよね。だから細毛難毛は細めのロットで強いパーマ剤で強くかける場合とまあ、弱い薬使ってね。 細めで巻いて取れてもいいから傷まない程度にどうせ取れちゃうから強くかけてっていうかけ方もあるよねいろんなパターンがあるからね紙質を十分把握し必要があればトリートメントをして毛髪の損傷予防に注意することが大切ですウェーブの強弱は用いるパーマ材やロットの大小による影響が大きく またワインディングする時のテンションが強すぎると薬剤が浸透しにくくなって明かりムラになりますので適度なテンションで均一にワインディングすることでムラがかりを防ぐことができますとこのワインディングのテンションねまあプロの方はね あのつけまきで巻くとねやっぱり毛先が膨潤してるなって感じた時点でね毛先ノーテンションにするんだよねだ特に部屋からしてる方をシスで巻くとねやっぱり毛先っていうのは膨潤して伸びやすいからねで伸びたゴムをね引っ張って巻くっていうのとやっぱりあまり感じはしないよねやっぱり損傷してる毛先はノーテンションで巻きたいよねでこういうね美容用の答えはね1個2個じゃないからねシスはね 昔ノーテンションって聞いたことあるんだよね。ま30年以上前の話だよ。シスはノーテンションでって。まあ、指数を使う場合は部屋からしてるからね。シスはノーテンションだけど、いろんな髪質があるからね。人それノーテンションって決めつけちゃいけないよね。あとね、美容技術っていうのは力を出したら負けテンションをかけるってのはもうやめた方がいいよ。若いうちは大丈夫だよ。テンションかけてても50代ぐらいだったら。 40代50代前半は、まあ、自分なんかも50歳ぐらいになった時ね、まあ、体も疲れやすいからねテンションかけるのやめようと思ったもんでやっぱり気合が入ってる時ってテンション入っちゃうんだけどあこれやばいやばいやばいテンション抜こうテンション抜こうってね忙しい時なんかね鼻息はらくしてねガツ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 巻くっていうのはそれやると疲れるんだ <laughs> 本当に力抜いてね軽く巻くってうの でなんでテンションかけんのって言ったらやっぱり太めで巻いてるってのがあるかもしれない太めだとかからないっていうのが分かってんじゃないだ太めだからテンションかけてぎっちりかけてとにかく本数巻く本数減らして楽しようじゃないけどねあとにかくね力出したら負けねまずワインニングで力出すのやめるじゃないで次にね力出すのやめたのがカットだよねカットのシザーでの開閉ね トルクをかけて切らないっつうのはサミにもよくないからねこれ最近なんだよね <laughs>、まあ、とにかくね無駄な力を出してね仕事しないってことはねだから逆にさ若い美容師さんがねこ力出してガツ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 ワインディングなんかもペッペッペッって巻いてねハサミなんかもねバシバシャバシャって切るとねかっこよく見えるかもしんないけどあまりいいお手本じゃねえな <laughs> ここでね テンションが強すぎると薬剤が浸透しにくくなってって書いてあるねかかりに無なになるって1剤はね結構ね毛細管現象でスーッと入っていくんだよね問題は2剤だよねこれ何回も言ってるけどね2剤が入る隙間がないとね固く絞った雑巾にね表面に水かけたってまあ表面はね綺麗になるかもしれないけど中の方まで水が入りにくいんだよね。 中が飽和状態だとね水分でね中が乾いていあのクリーフパーマとかいてね乾かしちゃえばね2剤が中まで入っていくけどねでねテンションを強くかけたから強くかかるかあったらまあ自分の経験だとそんな変わんないね分かんない誤差の範囲テンションを強くかけるってことは髪の毛一本をいかに引っ張るかじゃないそんだったらスライスの厚さの方が影響するよね 太めでで本本巻巻くくののか、細めで1000本巻くのかね。そしたら細めで1,000本の方が単純にテンションは倍になるよね。髪の毛の量が半分になるわけだからまあ数学的にね。パーマね、まあ、自分の考え的にはね1本を引っ張って巻くよりも曲げた時髪の毛を曲げると外側と内側のさ 長さが変わるわるけじゃない外側は引っ張られて内側は圧縮されてるかどうか分かんないけど、まあ、圧縮と引っ張りが出るじゃないその違い太いんで巻いたらそれほどねあの表面と内側はあまり変わんないよね表面軽く引っ張って内側ちょっと押すぐらい細いんで巻くと表面本当に伸ばされるしね内側は圧縮されるしねその表面と内側の 髪の毛一本の中で起きるその外側と内側のテンションの違いというか引っ張りの違い圧圧の違いというかねそこにパーマがかかるんじゃないかなと髪の毛をね曲げるとね、まあ、内側と外側で中心部分でズレが発生するそのズレがパーマじゃねえかなとだけどパーマ液が髪の芯まで浸透してんのっつったらまたこれ疑問だよね。 あんなものがね髪の中まで浸透するので浸透してもいいよで浸透したって二剤髪の中まで入るとは思わねえんだよねやっぱり表面しか引いてねえんじゃねえかなか科学ってのはわかんないよねそれ見えないからね何が起きてるのかねまあ、そういうのをねケミカルオタクの美容師が説明する方はいるけどまあ、どこまでね科学のこと知ってるか知らないよ 生意気メーカーのね研究開発の科学の人に比べたらねもう話になんないよねそういうねケミカルオタクの話はね信用しちゃいけないよねどうせ知ったかぶりで自分をさ偉く見せるために知ってる知識をひけらかしてるだけだからで科学の世界ってのは中見えないからね多数決で決まってるからだからメーカーの研究開発の人もおぼろげに分かってっけど詳しくは分かってねえんじゃねえかな。 まあ多数決で分かってるぐらいねチオグリコロ酸かけてブロムさんかければパーマがかかるとまあこうやってねパーマの話してねパーマの話して騒いでんなさおっさんかさおばさん美容室ぐらいなもんだよまあ若い人はねまあ部屋からかな最近はねでパーマってさ巻けばいい問題じゃないかねどんな薬を使ってどのぐらいの太さで巻かなきゃいけないのかね 意外とこれ命中しにくいよね。薬があってても膜太さがね 2, 2段太かったらもうかかんないし2段細かったら強くなっちゃうしねで,でロットの毛が適切でもパーマの薬ね弱かったらもうかかんないで失敗するしね染めてる人来たらね毛先はかかりすぎて失敗するしねまあ部屋からしてる方がね定期的にかける方もう毛先はね強くかかるよね。 もうそういうもんだと思って仕事してるよね強くかかるもんだと思ってねこれなんとかしたいんだけど今んとこ何もやりようがないねはいただし特に防純度の低いパーマ材は細めのロッドでテンションを強めに行う必要のあるものもありますのでこれやっぱり大人だよねあのパーマ飛行業組には,はね 酸性化なんかのねパーマ材をねベルジバンスとかねああいうのを作ってるところもあるからねそういうのを小バカにするわけはいかないからねまあ細めのルートでテンションを強めにって書いてあるけどねうちがやっぱりジュバンスを使ったこともあるけどねテンションかけなくても別に細めで巻けばスライスす,すくすればねどうってことないよね今ね自分もおっさんになってじいさんだもうね若い時からずっと思い出すとね 力出したら負けっていう,言うじゃんよく力出したら負けいや違うね美容業ね力を出したらね下手くそうん力を出したら下手くそ美容師 <laughs> そんな気がするとにかくね仕事っつうのは力出さないのが一番力を出さずにまあ美しく見えるように働くっつのがねはいお疲れ様でした。